シコタン島、シコタン島は、北海道根室半島の東に位置する島である。ロシア名は、シコタン島。島の名の由来は、アイヌ語の、シコタン、大きな村に由来する。古くは、シャコタン、シコタンとも表記された。ノサップ岬の北東約 75km の地点に、あり、413m のシャコタン山を中心に、島全体が、 比較的なだらかな丘陵になっている。唐松の近縁種であるグイ松や、ウルップ層などの鉱山植物に恵まれた自然宝庫でもあり、故障も多い。海岸線は、西北岸は断崖であるのに対し、東南岸は変化に富み、船の接岸が可能な場所は20カ所以上に及ぶが、松が浜を除いては、港としては機能しなかった。村役場が置かれた場所は、 北東部のシャコタン湾岸で学校や駅邸、郵便取扱所も設けられ、シャコタンという名の集落を成していた。島の南北両岸には天然の漁港が多く、ホ鯨や昆布、酒漁などの漁業が主産業であった。2014年、平成26年時点での人口は3094人である。ソ連が 実行支配を始めて、以降の集落は大きく分けて2カ所あり、最大集落であるシャコタン、ロシア語地名、マロクリリスク、マレカールスク、イコール、承知島の町の糸、と、アナマ、アナマ、ロシア語地名、クラバザボーツク、クラボーゼバザック、イコール、カニ工場の町の意である。2カ所とも島北側沿岸の湾王に形成されており、マロクリリスクの人口は1850人。 クラバザボーツ区の人口は950人となっている2016年、平成28年。また、シャコタンの西側の入り江奥深くにはそれ以外のノトロ、キリトウシ、アイ、ミザキ、ヨコネモシリ、チボイ地区などの集落はすべて廃村となった。なお、2016年、平成28年3月31日現在の元居住者の人数は360人である。 日本政府が返還を要求している北方四島の一つであり、日本の行政区分では、千島国並びに、北海道根室振興局、旧根室市長管内の四股田郡四股田村に所属することになっている。なお、1885年、明治18年1月6日の千島国への異常並びに四股田郡の設置まで根室国花咲郡の一部であったことや、 ハボマイ群島とともに、根室半島の延長部とみなされることもあって、四股半島を千島列島に含むか否かについては、見解が分かれている。1946年、昭和21年1月26日以来、2017年、現在も日本の市政権は及んでおらず、現在までロシア連邦の実行支配下にある。ロシアの行政区分では、クナシリ島に本庁がある。 サハリン州南クリル管区に属する。戦後ロシアが、ハボマイ群島と合わせて、小知島列島、マラやクリルスカやグラダと呼ぶようになった列島で、大の島でもある。面積は2 5 5 1 2トルで、日本では13番目の大きさを持つ島である。なお、四股担当は1956年、昭和31年に締結された日ソ共同宣言において、 平和条約締結後には、マイ群島と共に、日本に引き渡されることが取り決められている。ソ連崩壊後、四股担当の経済は破綻し、1994年、平成6年10月4日に発生した北海道、東方沖地震では、インフラ設備が壊滅的な被害を受けたため、地震前の人口の半数近くにあたる約3000人が四股担当を離れている。 その後もインフラ復旧は進まず、2000年、平成12年に、北海道新聞が、四股担当、島民100人に行ったアンケート調査では、46%の島民が、四股担当を日本に引き渡すことになしている。しかし、2010年代に入ってから、ロシア政府がインフラ整備を進めたため、2016年現在では、四股担当の日本への引き渡しに対して否定的な、 意見が多い。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土の項目を、現状に関しては、サハリン州の項目を参照。漁業が主で、エトロフ島で大きく成功したギドロストロイ社が、水産加工施設オストロブノイを買収した。しかし、2016年、平成28年4月に労働者への給料未払いが発覚し、 ウラジーミル・プーチン大統領はテレビを通じて謝罪している。さらに5月には、オストロブの医者は経営破綻の状態に陥り、裁判所の管理下に置かれた。その後、カラフト、サハリンの水産会社クーク社が資金を投入し、救済に乗り出している。10億ルーブル以上に及ぶ債務の解消に目途が立ち、今後は、工場の建て替え、新たな船舶の購入、加工する。 水産物の種類を増やすことなどが検討されている。日本本土と近いことから国境経済が成長するポテンシャルはあり、ソ連崩壊直後の1992年には香港人企業家がサハリン州政府から50年の期限でこの島の土地278ヘクタールを咀嚼し、主に日本人向けのカジノリゾートを作ろうとした。だが日本政府がこの計画を進めた。 香港の企業家ルソンカプラン社に計画中止を求めたことなどから、この企業家は結局撤退した。また、ロシアにとっては国境最前線の島という認識があるため、シャコタンには国境警備隊の大きな軍港があり、穴間には打破された日本漁船員の収容所が設けられている。カラフト、サハリンの大止マリコルサコフ港から3月から12月まで、 週2便、サハリンクリル海運の船が、車庫炭鉱港へと結んでいる。ロシアのビザとシコタン島に有効な通行許可証があれば、日本人はじめ外国人の乗船もできる。港は深いので、クナシリ島やエトロフ島の諸港と異なり、船は、橋けなしで直接港に横付けとなる。ただし、日本のビザなし交流団に限っては、車庫炭鉱港にある。 国境警備隊基地の機密保持のため、根室港から穴間港へのアクセスとなる。なお、穴間港も直接船が横付けできるほどの深度があるものの、近年は穴間の水産加工場の廃液によるヘドロの体積が著しいため、橋家を使っての上陸となっている。2016年、平成28年12月9日、国後島のメンデレーエフ空港との間に、 見る8型ヘリコプターによる定期便が運航を開始した。1884年、明治17年に、占い、森島や薔薇島、島、よび中部千島のラショア島に居住していた千島アイヌの人々が、四股半島に強制移住させられた。これは、根室から遠く離れた絶海の古島では監督も行き届かず、当時、 盛んに千島に出没する外国の密漁船に対して便宜を与える恐れがあったことと、千島アイヌは風俗、習慣ともに著しくロシア化していて、ほとんどロシア人と変わることなく、こうしたものを国境近くに置くことは、日本の領域を確定するにおいて危険な障害と感じられたためである。移住した千島アイヌに対しては農地が与えられ、また牧畜や、 漁業も奨励されたが、もともとが漁労民であった彼らは慣れぬ濃厚に疲弊し、多くが病に倒れ命を失った。千島居住時代に、ロシア正教会から派遣された、宣教師による伝道で、ハリスチャ人、正教信者となっていた、千島アイヌの人々ために、日本ハリストス正教会は、被災や、伝業者、伝教師を送った。明治時代に、 日本ハリストス聖教会の伝業者だった斎藤藤吉が四股丹の父島アイヌの信者から聞いた話によると1885年明治18年日本聖教会の新品が初めて四股丹島を訪問した時最初に上陸した根室教会管轄司祭の小松神父を根室の学校に通っていて教会を訪れたことのある子供が聖教の神父であると大人の信者たちに教えたが 小松氏が和服姿であったために、大人たちは、聖教の司祭とは信じられず和人の回し者であろうと、怪しいんだという。しかしながら、後から陸に上がった、沢部康太郎伝行者、沢部拓馬の息子、後に司祭に、女性されるがロシア語で、根室聖教会の小松氏による遵守であることを伝え、また、小松氏が、ニコライ主教からの証明書を提示するに至って、ようやく彼らは、 正教会新品の来訪であることを売り返し、歓喜の声を上げて、幸福を受け、また機密に預かったという。そして、これが、四古丹島の生産者協会の始まりとなった。四古丹島より戻った新品らは直ちに、千島愛犬信者の窮状を教団本部に伝え、これを受けた、ニコライ主教は、全国の信者に義援を呼びかけ、送られてきた金品を四古丹の信者らに送った。その後、 1893年、明治26年、ラショワ島生まれの千島ヌ主張、ヤコフ・ストロゾフは、自らの手で、新しい教会堂を建て、信者たちは、特実な信仰生活を続けた。現在、当然のことながら、王子の生産者教会は消滅し、また死祭を送ったネムロ聖教会も衰退したため、ネムロにいた死祭も1910年、 明治43年より釧路に移転してしまったが、生産者協会に収められていた遺コン製造の一部が中市別郊外のジョーブスケハリストス製協会に受け継がれ、千島アイヌの人々が守り続けた製協信仰の投下を今に伝えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。